柳原義満9月2日から1946年1月24日は、日本の家族、貴族院議員。大正天皇のいとこ、柳原白蓮のイボニー。1876年、柳原咲光白爵の長男として生まれる。母は、性質で、伊達宗なりの次女の遺語。慶應義塾に学び、 1894年、父の死去により18歳で、伯爵官を継ぐ。1896年、明治天皇に拝越して、天敗を賜り聖五位。宮中御用係、日露戦争の功により、訓等を受ける。1904年7月10日、貴族院伯爵議員となる。1921年10月、いぼ妹の秋子が、 白蓮事件を起こしたことから、翌1922年3月2日に、貴族院議員を隕石辞職する。事件発生から辞職まで半年近くを要したのは、吉光が議員職に就寝して速やかな辞職を流す周囲の説得に頑として応じなかったためであった。区内官僚らの説得に抵抗する吉光は、 先定に畑を提供した云々の暴言まで吐き、あげく、やめてやるから金をくれなどと数々の方言をして、貧縮を買い、憤き通る官僚らに吉満は、少しくらい国流会に脅かされた方が良いと、非難されている。吉満の話を聞いたおばの愛子は、それがあまりに、不条理なので、吉満の議定にあたる入れため守るを呼んで吉満の、不心得を説いたという。 議員辞職後は、日本教育生命保険、対象生命保険の社長となるが、家族としての信用を利用するために担がれた社長職であり、負債を累積させて逆に運転資金を捻出する、羽目になり、昭和の初め頃には、麻布桜田町の本邸を売却している。1925年7月10日から貴族院議員に、復帰し、修正伯爵議員を務める。 1933年9月、男色相手であった新派の元役者の男に、手切れ金を脅し取られる事件が発覚する。新聞にすっぱ抜かれた、この修文記事は、昭和天皇の目に留まり、側近に家紋があったという。さらに、同年11月に、次女、徳子の不良家族事件が、新聞沙汰となり、柳原家は修文まみれとなる。宮内省。 捜査と資料で、柳原家の処分が検討されるが、吉光の断食に関しては、証拠不十分として、処分はされなかった。吉光は、修分もあったが国式質な面もあり、国家の大事の前に、指示に講伝すべきではないという説得を受けて、偽絶状態であった妹、秋子と1935年に和解している。1946年1月24日、 69歳で死去。義打竜や死をたしなみ、火山と合した。最初の妻は、池田義政の五女、銀須。五歳は、河村哲太郎の次女、花子。五歳、花子の姉、津谷子は、坂本水尾に嫁ぎ、妹、竹子は、西竹一にそれぞれ嫁いだ。男子がなかったことから、長女、福子の婿養子に大元義室を迎えた。 次女、徳子は、歌人で、脚本家であった、吉井勇伯爵に嫁いだが、不良家族事件によって離縁されている。いぼ妹に、柳原伯蓮。おばの柳原愛子は、大正天皇の聖母。おいに、入江玉つね、入江今さ。ありがとうございます。